万寿は日本海軍の搬送練習艦。艦名は関門海峡東口にある万寿島にちなむ。島名は日本初期の記述に由来する。搬送練習艦としては従来、富士山、はじめ便を使ってきたが、老朽化により、大艦が必要となった。ただ新造船には他の駅務があり、搬送を備える艦船も少なくなった。 また、鋼鉄製の艦船の登場により貯蓄していた木材の需要も少なくなったため、木造の搬送練習船として、万寿、艦寿の2艦が建造された。艦型は三小バーク型、明治19年度計画で、小野浜造船所で建造された。機構日は異なるが、浸水、春航とすべて同型艦の艦寿と同一日である。春は練習艦として使用され、 1890年8月23日に第三種に定める。日清戦争では軍港警備官とされた。その2年後の1896年9月26日に官寿と共に除籍された。戦隊は佐世保海兵団付属とされ、1909年9月17日に敗戦、翌1910年1月20日に文部省に移管。 佐賀県立商船工業学校の実習船となった。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。日本近世造船指明治 P449 では明治19年9月13日竣工としているが誤り。ABC 日本近世造船指明治 P449 によると長さ134フィート、幅27フィート、 喫水14フィート。日本海軍士第7艦ピアニッシュも226から227によると長さ47.5メートル、幅10.5メートル、喫水4.28メートル。日本海軍士第7艦 P226 によると保護門。ありがとうございます。